はい、どうも皆さんこんにちは。コチョ動画のコチョでございます。今日はですね、僕はちょっととある旅館に来ております。じゃあこちらの方に入りましょう。今日はですね、皆さんに紹介したいのはこちらです。もうすでに私になっております。こちらのロードバイクにですね、今回こちらのアイテムが届きましたので、こちらちょっとつけてみたいと思います。じゃあ早速つけてみましょう。はい、こちらはですね、こちらギアベストさんからの提供商品でございます。はい、こちらでございます。ロスホイールというメーカーのアタックという名前ですね。こちらのトップチューブバッグになります。はい、こちらです。はい、こんな感じのバッグをいただきました。はい、素材はね、こんな感じですね。多分これ防水処理を施してある素材だと思います。で、こちらにも何かこう引っ掛けることができて、上にはこうトップチューブを引っ掛けるようなこのマジックバンドが3箇所ございます。そしてこちらはダウンチューブにつけるのかな。で、こちらが下側になるのかな。つけるとこんなような感じになってますね。いいかもしれないですね。これ間仕切りのような仕切り板がありますね。こんな感じで仕切り板がございます。パーテーションを作るわけですね。こちらのマジックバンドですね。こんな感じでね、パーテーションを作ってあげると。で、僕はですね、こちらにカメラを入れたいんですね。 GoPro を入れたいんです。スッて。で、こちらはこの大きいスペースの荷物が入って、こちら側はこのような感じのちょっとした本当にカードかなんかを入れるようなスペースになってますね。こちらのチャックはね。はい、下側もありますね。下側も、はい、下側開けてみましょう。おや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 、ずーんとこうなるわけですね。これはすごいですね。ってことはここの中身も下まで行ってますね。下までこれは素晴らしいんじゃないですか。このここまで拡張できると、中身が拡張できるという構造になってますね。あ、これはいいんじゃないですかね。コチョとしてはこの GoPro をね、常にこっからこの状態からこうスッと取り出してスッと閉める、スッと開けてスッと取り出すっていう風に使いたいんですね。あ、いいかもしれない。じゃあ早速こいつを取り付けてみましょう。マジックテープがいろんなところにこうつくように今はなってるみたいですね。サーベロにはこんなダウンチューブなんです。ちょっと厳しいかもしれないですね。じゃあ早速ね、こいつ、これが邪魔なんだよね。はい、とりあえず仮付けしてみました。これをつけることによってで、ボトルケージがほとんど死んでしまいますね。もう使えなくなってしまいますね。なんでこれをもう取り外した方がいいのかもしれないですね。こんな風になっちゃう。かわいそう早く取ってこれケージを外した方がいい、ボトルケージは外した方がいいのかもしれないですね。で、僕の場合はこのダウンチューブが止めることができないです。これ結構分厚いので、こちらのトップチューブとシートチューブ取り付けるようにしないといけないみたいですね。こういったね、マジックバンドもいろんなところにこう取り付けることができるので、その辺のところは大丈夫そうですね。とりあえずですね、先ほどのバッグ取り付けてみました。こちらのバンドがですね、5つ付属してたんですね。なので上3点とサイドに2つ取り付けてみました。ただこちらサイドに2つも付けなくても1箇所で十分固定できてるかと思います。まあ見た感じこんな感じですね。まあ、初めてつけてみたんですけども、こんな 1,2,3,4,5 点つけてます。ボトルケージがちょっと邪魔なので、こいつはもう外させていただきます。ケージボトルケージの方は外させていただきます。そして明日は安曇野センチュリーライドなんですけども、明日実際にこいつを使って試していきたいと思います。それでは明日のコチョくん。それからはい、どうもコチョでございます。60キロほど乗って使ってみたんですけれども、ここのね、このマジックテープのところがね、どうしてもこのダンシングするときにこのペダリングするときのこの膝が当たってしまうんですね。なのでそこがちょっとネックかなと思うんですけども、まあ、あとはこの横にね、サイドポケットにこのようにね、補給食を入れたりだとか、あと僕はここの、はい、ボトル入れちゃってます。そしてこの中にカメラも入れてます。こんな使い方をしています。もう少しね、この開口部がガッと開いてくれればいいんですけれども、ちょっと開きが甘いのでカメラの出し入れが難しいかなっていう気はします。しかしなかなかのバッグだと思います。あとですね、こちらのマジックテープをあまりこのね、
下側に止めてしまうとタイヤと擦ってしまう音がしましたので外しました。一番下の部分は外しました、はい、こんな感じで使ってみました。もう少し使ってみることにしましょう。待って、大きい道になってる。あ、やばいやばいやばい、無理。それからそれから、はい、ということで校長です。お風呂上がりで失礼します。アルプス安曇野センチュリーライドとワカサジセンチュリーライド、2度にわたってイベントで使ってきたフレームバッグなんですけども、こちらの使い勝手としてはまあまあかなと思います。ただですね、こちらのバイクパッキングは僕は永遠のテーマだと思ってます。というのもですね、こちらキッチャンさん来てください、こちら来てみていただくと、まあ、こちらのサーベルの場合はこのようにつくんですね。このようにつくんですけれども、当然犠牲になるのがこちらのボトルケージがどうしても犠牲になって外さなくてはいけないという状況に陥ってしまいます。なので今現在はこれ外していますけども、フレームバックは非常にでかいっていうのがちょっとなんて一つ欠点じゃないかなと思いました。ただいろいろなものが積み込みができるので、その辺は非常にグッドかと思います。そしてこのロズホイールアタックというフレームバックなんですけども、非常にお値打ちでした。こちら今買うと大体5000円弱で買えるんじゃないかなと思います。非常に安いです。通常このフレームバックを買うとすると大体7-8000をすると思うんですけども、結構作りはこれ見てください、結構しっかりとした作りで高級感があって非常にしっかりと作られています。ただこの難点としては、このボトルケージが犠牲になってしまうというのが難点かなと思いました。はい、少し言い忘れましたけども、こちらのサイズなんですけれども、だいたいですね、こちらのトップチューブにつけるこちらの幅が 36.8cm となります。こちら側ですね、こちら側がこのように収まってるんですけども、こちら下側ですね、このようにくるーっと開いて、このようにバカッと開くこともできるんですね。でこの状態でこちらの長さがですね、24.1cm となります。そしてここのダウンチューブに取り付けるここの部分の長さが 40.6cm です。はい、今回の動画はこちらのフレームバックについての動画でございました。チャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の誇張動画でお会いしましょう。バイバカー。